カズデン購入50セント効貨はアメリカ合衆国で発行が提案された記念効貨。記念効貨を発行するための法案は1930年に合衆国議会を通過アメリカ合衆国造兵局によって発行される予定だったがハーバート・フーバー大統領が法案に拒否権を行使した。拒否権を上書きすべきかについて議会で採決にかけられたが 合衆国会員では243秒対96秒で上書きに反対する議員が多数となった。この拒否権行使は、フーバー大統領期では初であり、また、記念効果法案に対し行使された事例としても初である。1854年に議会の批准を受けたガズデン購入を記念するという提案は、エルパソの効果承認ライマン W ホフェッカーが提唱したものであり、 自身が流通を掌握することで利益を出す思惑であった。ホフェッカーがテキサス州や南西部の議員数名からの指示を確保した後、法案は1929年4月に議会に提出され、11ヶ月後に聴聞会が開かれた。財務長官のアンドリュー・ W ・メロンが法案に反対する手紙を出し、財務省官僚2名が法案に反対したが、 両院ともに対した異議を唱えずに法案を成立させた。フーバー大統領が1930年4月21日に効果制度の乱用であるとして拒否権を行使した後、拒否権行使を上書きすべきかについて会員で審議され、フーバーの拒否権行使を支持する発言をしたのは、ジョン・キュー・ティルソンただ一人であったが、最終的には上書きしないとの選択が多数の票を得た。 風電購入50セント効果が却下されて以降、フーバーの大統領期では記念効果が発行されなかった。フランクリン D ・ルーズベルトが大統領に就任すると記念効果の発行が再開されたが、彼も1935年にはフーバーの拒否権行使を引き合いに出して議会に記念効果法案を成立させないよう求めた。その後、ルーズベルトは1938年に 記念効果法案に拒否権を行使した。公認のハリー・エストルーマン大統領も1946年に同様の警告を発し、1947年に拒否権を一度行使した。トルーマンの公認であるドワイト・ディ・アイゼンハワー大統領は1954年に記念効果法案に対し拒否権を3度発動、以降1981年に 財務省が意見を変えるまで一般流通しない記念硬貨が発行されることはなかった。米国戦争は1848年のグアダルーペイダルゴ条約締結により終結したが条約により米国が獲得したメキシコ活動地ではメキシコとの間の国境紛争が生じた。その背景には米国南部における大陸横断鉄道の南部ルートに必要な土地を 求める声があり、フランクリン・ピアース大統領は、ジェームズ・ガズデンをメキシコ駐在アメリカ合衆国大使として派遣して、交渉に当たらせた。ガズデンとメキシコ大統領、アントニオ・ロペス・デ・サンタ・アナの交渉の結果、ガズデン購入が成立1853年12月30日に条約が締結された。 条約では米国が4万5千平方マイルの土地を1500万米ドルで購入することが定められたが、アメリカ合衆国上院が批准を拒否したため、活用地の面積と金額がそれぞれ約3分の1減額された。ガズゲン購入により、アメリカが獲得した土地はエルパソの西、現アリゾナ州とニューメキシコ州の一部にあたる。ライマン W ホフェッカー。 1939年以前1920年代末、エルパソの硬貨承人ライマン W ホフェッカーは、ガズデン購入75周年を記念する50セント硬貨の発行を議会に同意させようとした。ホフェッカーは1929年に、ガズデン購入委員会という組織を創設したが、その成員は、実質的には、ホフェッカーだけであった。 この時代の記念効果の発売は政府によって行われることではなく議会が記念効果法案で特定の組織を指名することが一般的だった。指名された組織は記念効果を額面で購入した後値段を割りまして転売するのである。すなわちホフェッカーの目的はガス電購入50セント効果の流通を掌握することである。 ニーミズマティストの1929年4月号で、ホフェッカーからの手紙が掲載され、ホフェッカーは効果を設計して、その流通を担当するとした。また、エルパソ出身のテキサス州選出会議員、クロード・ベントン・ハッツペスが、記念効果法案の提出に同意したとも述べ、設計については、表面がガズデンの肖像、裏面がニューメキシコ州とアリゾナ州における、 購入地並びに、エルパソの位置を示す地図であるとした。発行量は1万枚で、値段は1.5米ドルだった。ハッツペスは1929年4月25日に、ガズデン購入50セント効果の法案を買いに、提出、法案は、会員増平、土量公委員会に委ねられた。1930年1月29日、増平、土量公委員会の委員長、 ランドルフ・パーキンズは財務長官のアンドリュー・ W ・メロンに手紙を出して意見を求め、メロンは31日に返信して法案に反対した。メロンは議会が1890年に定めた効果の設計は25年内に2回以上変更されるべきでないという原則を指示、1920年以降記念効果法案が15件も成立したことは 浪費的かつ造幣局の負担になると述べた。彼はさらに1927年にバーモント収録率150周年50セント効果が審議されたとき、造幣委員会が記念効果の多くが全国的に重要ではなく、特定の地方にとって重要なだけだとして発行に反対したことを例に挙げた。 売り行きの良くない記念硬貨もあり、結局造幣局に返品されて溶かされる結果にしかならなかったため、メロンは記念硬貨ではなく記念メダルを発行するよう提案した。一方、ホフェッカーは3月8日に委員会に電報を出し、いつでも記念硬貨1万枚の値段を払える用意があるとし、また1929年だけ、とっても造幣局が 外国の注文を受けて3000万枚以上の硬貨を製造したため、50セント記念硬貨の製造は、造幣局にとってさほど負担にならないとも述べた。1930年3月10日と17日、法案に関する聴聞会が開かれ、パーキンズが議長を務めた。そのうち、17日は、ハッツペスが病気だったため会議員グイン・ウィリアムズが代理で出席した。 ウィリアムズは、聴聞会で発言し、記念効果の発行が南西部全体にとって重要であること、発行に必要な支出は、政府ではなく、発行の支持者が支払うこと、支払いの用意ができていることを述べた。さらに、テキサス州選出の国会議員に、ガス電購入50セント効果の法案を提出及び、支持するよう求めるという、テキサス州議会の両院合同決議を提出した。 続いて発言したのは、会議員アルバート・ジー・シムズであり、自身及び、テキサス州選出の上院議員2名が、法案を支持していると述べた。ハッズペスは手紙を送り、ハッズペスの秘書系とジョージは、テキサス州、ニューメキシコ州、アリゾナ州選出の上院議員が一致して、法案を支持していると述べた。ハッズペスの手紙が引用したホフェッカーの委員会の発言によると、 効果発行の収入は、ガズデン購入地で初めて、米国国旗が建てられた場所に小さな記念碑を建てることに使われるという。メロンは、聴聞会に、財務省官僚のウォルター・イ、e ・ホープと造幣局局長、コサ・メアリー・エム・オライリーを派遣した。ホープは50セント記念効果の発行が混乱を引き起こし、また偽造される可能性もあるとし、 さらにこれまでの発行で売り行きが悪い場合があり、多くの記念硬貨が造幣局に返品されて溶かされる結果となったことを挙げた。一方、オライリーは例え話で自身の意見を説明した。彼女の話では、とある男が運賃を支払ってフィラデルフィアの路面電車に乗ろうとした時、50セント記念硬貨しか持っておらず車掌がその記念硬貨を知らなかったため運賃を支払えず、 同じく客として乗車したフィラデルフィア造幣局局長が代わりに運賃を支払ってようやく乗車できた。ルーザー A ・ジョンソンも議案を指示3月5日付のホフェッカーからの手紙を提出して記念効果は簡単に売れると述べた。またホフェッカーの手紙によると委員会がハーバート・フーバー大統領と会談した時大統領は ガズデン購入を祝うべきと述べたという。その後、造兵委員会は非公開審議を行い、法案を全員した。会議員、ランドルフ・パーキンズ・パーキンズ率いる委員会は1930年3月17日に報告書を提出、ガズデン購入記念が国際的に重要であることと、ホフェッカーが支払いを申し出たため財務省には損失のリスクがないことを述べた。 3月19日、パーキンズは、会員で、法案を議決にかけ、大した弁論や、反対のないまま法案が成立した。さらにその直後には、マサチューセッツ湾植民地300周年、記念効果法案を通過させた。上院では、ガズゲン購入50セント効果法案が銀行業、貨幣委員会に委ねられ、委員会は4月2日に、トム・コナリーを代表として、 会員の報告と似た報告書を提出して法案の成立を勧告した。4月7日、法案は弁論と反対のないまま上院を通過した。法案は登録法案になり、4月9日に会員議長、ニコラス・ロングワースト副大統領、チャールズ・カーティスが署名した。翌10日、法案はフーバー大統領のもとに送られた。 ハーバート・フーバー大統領1930年4月21日、フーバー大統領は法案への拒否権を行使して署名せず、法案に反対した理由とともに会員に送り返した。これは、フーバー初の拒否権行使であり、記念効果法案に対し行使された事例としても初で、ある。フーバーが財務省の勧告を受けての拒否権行使だった。フーバーは、 過去10年間に記念効果が15度も発行されたことを挙げ、通貨偽造の温床になってしまうと述べた。また、似たような提案が多数あるという事実がなければ、本件はそれ自体が重要性の高い事柄ではない。とも述べ、議会には、ガズデン購入効果以外にも、記念効果法案が5件提出されており、ガズデン購入効果の法案が成立したらそれ以外の、 法案を却下しにくくなると憂慮した。彼は記念硬貨の発行を効果制度の悪用であるとしつつ、効果に影響を与えずに記念品を提供できるとして、記念メダルの製造を援助すると述べた。その背景には、多くの記念硬貨が造幣局に返品され、溶かされることがあり、フーバーはそれを浪費であると考えた。翌日、 会員増平委員会は拒否権行使の上書きについて投票を求めた。法案を支持した議員の多くは他の記念効果法案を推していた議員の指示を受けて会員の議場に来て上書きを支持した。弁論では上書きを支持する議員が主導したが会員多数党員内総務のジョンキューティルソンのみがフーバーを支持した。上書きには3分の2以上の多数が必要だったが 上書きを支持したのは九十六名にとどまり、二百四十三名が反対した。共和党所属の議員のうち、ニューメキシコ州選出のアルバート・ G. シムズ議員のほか、東部と中西部の議員四名が上書きを支持した。ニューヨークさん紙は、フーバーのしっかりした常識を称えたが、ホフェッカーの出身地の新聞であるエルパソ・ヘラルドは、フーバー大統領は比喩的な意味で、アリゾナ州。 ニューメキシコ州、そしてエルパソを平手で叩いたと批判した。4月26日、ワシントンポスト紙は、社説で、フーバーの拒否権行使を指示、記念効果がやかましく要求されたのは、その販売で利益を上げられることが理由だったが、議会は記念効果の製造を大量に許可したため利益は下がった。フーバー大統領の判断は、 世間一般には賛成されていると述べた。デイビッド・ブロワーが1938年に出版した記念物に関する著作によるとガス電購入50セント硬貨の提案が拒否されたとき、記念効果は余計であり公的に承認されたメダルでも同様の目的を果たせるとする声明が発された。これらのメダルを鋳造することで収集家を満足させつつ、 通貨の混乱を引き起こさないと考えられたという。ガズゲン購入法案以降、フーバーの大統領期では記念硬貨が認可されたり鋳造されることはなかった。フーバーの公認フランクリン D ・ルーズベルトが就任すると記念硬貨の認可と鋳造が再開されたが、ルーズベルトは1935年と1937年に記念硬貨の大量発行について議会に警告を。 発し、フーバーの拒否権行使を引き合いに出して、代わりに記念メダルの発行を求めた。1938年には、コロナ度遠征400周年記念効果法案に、大使拒否権を発動した。1946年、ハリー・エストルーマン大統領は1937年以来となる記念効果法案に署名したが、財務省の意見を引用して、さらなる記念効果発行は、 支持しないとした。そして、その発言通り、1947年7月31日に、ウィスコンシン州昇格100周年記念50セント硬貨法案に拒否権を行使した。公認のドワイト・ディ・アイゼンハワー大統領記では、財務省が同様の理由を述べ、アイゼンハワーは1954年に記念硬貨法案3件に拒否権を行使した。それ以降、 記念硬貨は二十数年にわたって発行されなかったが、ジョージ・ワシントン誕生250周年50セント硬貨の発行が検討されている1981年に財務省が意見を変えた結果、同記念硬貨は1982年に発行された。この時、政府は特定の組織を経由せず、記念硬貨を直接収集家や販売業者に売却した。ホフェッカーは、 ガズデン購入効果を発行させることには失敗したが、後にオールドスパニッシュトレール50セント効果の設計と流通を、イリノイ州エルギン100周年記念50セント効果の流通を担当した。同1936年には、議会で記念効果の流通担当による制度乱用を証言した。その後、1939年から1941年まで、 アメリカ貨幣協会会長を務め、1955年に死去した。ありがとうございます。